それに外から見たときこんなに広かったっけ。そこの紅白、私の書斎で暴れない。書斎？紅白？これらの本はあなたの神社の5年分の再選程度の価値があるわ。うちは年中無休で参拝客がないわよ。そんな偉そうにそんな偉そうに言うことではなく、まあその程度の価値しかないんだよ。それにしてもこんな暗い部屋で本なんか読めるのか。私はあなたみたいに鳥目じゃないわ。だから私は鳥目じゃないって。そうじゃなく、あなたがここの主人、お嬢様になるのよ。霧の出しすぎて困る。じゃあお嬢様には絶対合わせないわ。邪魔させない。ところであんた誰？あ、かっこいい。ダダ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 インキャプテン、ホーションマリン、アイムホーションマリン。